国から認可を受けていない中国製の体温計などの医療機器の広告をインターネットのショッピングサイトに出したとして、中国籍の男が逮捕されました。陳店使容疑者は6月から7月にかけ、無認可の中国製の医療機器の血液中の酸素濃度を測るパルスオキシメーターや赤外線体温計について、ショッピングサイト上に広告を出した疑いが持たれています。 警視庁によりますと、陳容疑者は新型コロナウイルスの感染が拡大して以降、体温計などの需要が高まり品薄になったことから、中国から商品を仕入れ販売していました。体温計は実際の体温より最大で2度高い数字を表示するなど、品質が劣るものだったということです。陳容疑者は容疑を認めています。